バーニングナックラーベイル、とりあえずデッキに入れてから考える。龍です。さあ本日なんですが、バカベイルめちゃくちゃ強いですね。異常に強い。あのこのバニラクラベイルっていうモンスターなんですけれども、あのこの間月光のね、あのデッキにもぶち込んでまあ悪さしましたけれども、今回サブテラーにぶっ込みましたバカテラーっていうデッキを作ってきました。めちゃくちゃに強いです。半端ねえ。これまあ効果を説明しておくと、戦闘ダメージ受けたらそのダメージ受けた分回復しながら特殊ができるっていうぶっ壊れモンスターなんですよ。だからカイトロイドよりも全然強いっていうね、あの噂のモンスターなんですけれども、これをなんと3枚詰めると、これ R で実装させますんで、おそらく規制になるんじゃないかなと思ってます、個人的には。で今回はこれモンスターを出せるっていう意味で結構相性がいい。サブテラー、あのサブテラーってモンスターが必要なんですよ。あのこの戦士を使うのに、あの戦士の効果でモンスターをリリースするとリグリアードとか、まあ、あのアクアパッツァとか出せるんですけども、このお魚たちを出してこれるのにモンスターいるんで、まあ、ここと相性がいいっていうことと、あと結局出張パーツとしてめっちゃ優秀なんですよ。このベイルってベイル3枚とアレイスター2枚と召喚マジ1枚とプルガトリオ3枚っていうのが出張パーツとしてすごい、強い出張パーツとして成立してるんで、これをぶっ込んだことによってめっちゃ強かったんですよね、サブテラで。これね、戦力補充に本当はしたいんですよ。あの戦士を、サーチしてこれるんで。なんですよ、なんとね、このね、バーニングなんかのバカベイルさん、戦士速なんですね、これ。惜しい。これ、戦士速じゃなければ、あの戦力補充でこれを確定サーチってことができたんですけども、まあね、戦士速、これが引いちゃうっていうパターンで戦力補充にできなくて、まあ、ドロー戦士闇でも十分強いから、この闇これしかいねえし。だから、これで、ベイルでダメージ受け流して、左から右に受け流して、で、スキルでアレイスター引いてきて、で、アレイスター召喚して、で、ダイアルーフ出して、で、ダイアルーフで除去して、相手の、なんか、モンスターを。で、プレガトリオ大戦で殴ると。もちろんこれも殴れますよ。これもいけますし、これもいけますし、みたいな感じで。まあ、強いね。かなり強いですね。やってることはね、結局ね、これが一番悪さするんだよね。だから、結論、こいつがいけない。全ての元凶。またコナミさんちょっと何も考えずにね、こういうヤバすぎるカードをプッて実装してみましたね。新パックにね、よくない。ちなみにこれ R なんで皆さんも引けますから、どうせ規制されますけど、今だけしか使えませんので、ぜひね皆さんも向いてください、新パック。というわけで早速バカテラーやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、チョコラブさん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。サブテラーの手召喚してセットエンドですかね。はい、決戦やっぱりね、なんだかんだ強い。例えばデモンズチェーンをなんか打たれても裏側にしてなんか回避したりとか、普通にその打点倍になるとかなんかいろいろあるんで、ダメージで使えるとやっぱ一番強いですね。あーアレイサー来たか。まあでも一回これ戦士ビートすればいいんじゃない。あの星なんだろうね、ちょっとわかんないや。変身できるから大丈夫、そんなに怖くない。あ、ガルドニクス OK。 ガルドニクスか、なるほど。ガルドニクスはちょっとめんどくさいな。モンスター破壊されるの若干めんどくさいですね前破壊されるの若干めんどくさいな。ちょっとね、ガネーシャだけ本当にやめてほしいんだよね。あ、そっちは全然いいや。これ殴るかどうか怪しいな。これ殴んない説あるよね。これさ、変身してさ除外しちゃったらいいんじゃない。これ変身して除外したろ。こうして、で変身したいです。はい、でこの裏にして、ちょっと役者ほっとくとマジでめんどくさいこと起きるから。で炎王獣ガネーシャ召喚とかされてもめんどくさいから、表側守備表示にする、表側攻撃表示、または表側守備表示にする、これだね。さあ、こいつ表側攻撃表示にする、ツイスター。なんかすげえカード入ってんな。すげえカード入ってんな。ツイスター、なんでだ。コズミックサイクルないか。コズミックサイクル持ってないみんか。とりあえずこれで表側するわ。はい。で、リグリアード効果と、さあ、お前の役者は、除外させてもらって、で、戦士の効果も発動し、これによって、摂理とかをデモンズチェーン OK。デモンズチェーンは、これさ、もう一回裏にしちゃったらいいんじゃん、これ。もう一回何したらデモンのチェーン効かないみたいな話ある？これ。これさ、ちょ、思うんだけど、俺、決戦に行ったに一回の制限つけなかったのバカじゃない？まあ一応、丸三番の効果は一旦一応なんか一応。
全部一旦に一度使えるじゃん。だからさ、2枚あったら2回発動できるんだよね。これおかしくないですかこれ。俺やっぱこれおかしいと思うんだよね。俺これおかしいと思うけど、ちょっとガネーシャだけめっちゃ強いけどね。っていうかガネーシャは結構強いから、ちょっとガネーシャだけ注意したいんだけど、まあ戦闘では一応破壊できるんで、あーオッケー、メインフェーズ終了前、ターン終了、なるほど、ターン終了、なるほど。あとベイルケアですね、ベイルケアですね、まあ、ベイルいなかったんで今トップでベイルを引いたっていう可能性があるから、サブテラの選手を発動しない。これあれだ、メガラ巨人、進撃の巨人だそう、進撃の巨人、強くいるもんね、強くいる。で墓地に炎属性いない、炎属性いないんで、進撃の巨人出して、違う、ね、これとこれ、さあベイル投げれるもんなら投げてみなさい。もうあなたのライフは1800しかありませんよ。ベイル、カイトロイド、カイトロイドもいいよ、カイトロイドでもいい、一発カイトロイドでもいい、カイトロイド2枚持ってやると多分無理。はい、ぶん殴っていく。これがサブテラデッキよ、これが最強サブテラ、カイトロイドいいでしょう。はい、さあカイトロイド投げろ。おい、どうした、どうした、オッチ、さあ耐えるのか、2枚の攻撃を耐えるのか、耐えられないんですね。これがサブテラデッキだ、一番左全然関係ねえモンスターいるけど。さあお相手の方アゲッチャよろしくお願いします。デュエル3倍、あーなかなか反動は強いよ。ベイルさんをね、とにかくベイルさんを活躍させてあげられるのはやっぱ素晴らしいですよね。やはりどんなデッキもとりあえずベイル入れとけば、ベイル入れとけば大体強いからな、今のこの環境多分な。ワンキル4000ってなかなか届かないですもんね。一応このデッキちなみにベイルケアできるんですよ。あのサブテラーの戦士が一応あの地属性なんで、だからサブテラーが地属性だから、召喚銃出して、それはいいわ、召喚銃出して、4000パンチ、あのメガラニカ4000パンチ、これで一応ね、ベイルケアできるっていう。なんとベイルもケアできちまうんだ、それは無理。なんとベイルもケアできちまうんだ、最強デッキだぜ。さあ7シンクロはもう全然無理なんで、さあどうしますか。まあ、1500ダメージは受けるよ、1500ダメージは受けて、でバカベイルを特殊召喚、特殊召喚に成功した場合ライフポイントを回復。強すぎるだろこの動き、この動き強すぎるんだけど、これはとりあえずまだ良くて、なるほど。サブテラーの戦士だけ出してみましょうか。まあ一応変身はできるんで、まあなんとかなるでしょうといったところ、普通にバトルフェイズ行こう、ぶん殴ろうあいつは、殴んなくてもいいけどな、まあいいや。どっちにしてもね、あれは除外するか殴るか、なんかカトンかなんか発動するか、しないか。まあカトン発動するんだったら、なるほど、はい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 、あいつあれっすね、なんだっけあの人、あの武士ちょっと嫌っすね、武士ちょっと嫌なんで、影物はいいです、別に影物は別にそんなに関係ないから、いや武士が一番嫌だったけど、まあ、武士開ければ全然関係ないや。さて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 、とりあえず穴で埋めていきますよ、あなたのモンスターは。さあ影物の方か、あ、そういうことか、そこらし解除ね、了解了解了解、 OK。 で出てくるモンスター何、出てくるモンスターが何かによるけど、また3かよ、3ちょっとね、この7がねちょっと嫌なんですよね、7がちょっとなんか嫌なので、一旦出させないっていう方向でいきましょう。清掃かなんか引いたか、なんだこのチェーン、ちょっと怖いな、はい、はい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 、いいよ、いいですよ。とりあえず、変身はまあできると思うので、カトンとかあるとちょっとめんどくさいけど、まあでもフリーチェーンで逃げるので、まあ、なんとかなるでしょう。はいはい、いいでしょう、それは OK です。で、そことそこね、了解。さてミヤズカサの効果を使ってなんか表側を破壊するという効果、はい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 、なるほど。でそれに遷移してサブテラーの選手の効果、リグリアード墓地に送って、これこいつさ爬虫類なんだね、あーカトン強い、カトン強い、それそれは強い、助けて
あー助けて強いよ加藤、加藤は強い。あでもあいついないな。じゃあこれドローセンス闇だ。ドローセンス闇で炎属性だろ。炎属性いるから、はい、お前この攻撃耐えれんだろうな。これ攻撃耐えれんだろうな、俺は。サブテラーマリス、ブルガトリオ特殊召喚、そしてサブテラー魔術をデッキに戻して、サブテラーの戦士アレイスターを回収。バトルベース、くたばりやがれ。ダメージステップ、召喚師アレイスターの豪華バゴーン。サブテラーって強いね。いやほんと使ってて思うけどさ、やっぱもうなんかプルガトリオっていうモンスターもういいわ、もう見飽きたわ。巨大決戦とかいう劇的にやべえスキル発動したぞあいつ。あいつやばいだろ、巨大決戦って。ちょっとなんかやめて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 、もう無理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 、巨大決戦は。ちょっと待って待って、挨拶やめろ。ビールいるけどさ、これ巨大決戦ってなんとかなる。これえ強盗儀式何これ、これ何置き。トライホンドラゴン、なるほど。終焉のデミス、あえでもデミスってさ、それさ破壊するカードないとさあれなんじゃない、2000払えないんじゃない、自分で破壊すんの。挨拶あれ、ちょっと待って、いやそれはクソゲーだよ。